マイナ保険証に関するトラブルについてです、うん、システムトラブル医療機関の 62% というのは、これは福岡県保健医協会が実施したアンケートによるものです。これまでにマイナ保険証に関してトラブルがあったと回答した医療機関がなんと6割を超えていたことが分かりました、うん、でそのマイナンバー関連では新聞赤旗7月13日木曜日の記事です、うん、マイナンバー性感剤の癒着受注4社が自民党に献金 5.8 億とあります、うん、制度設計段階から関わりマイナンバー事業を受注してきた企業が、うん、2021年までの8年間に自民党の政治資金団体国民政治協会に5億8000万円もの献金をしていたことが赤旗の調べで分かりました、はい、情報提供ネットワークシステムというマイナンバー制度の中核システムを内閣府から受注した5社連合のうち献金していたのは、うん、NTT コミュニケーションズを除く、うん、日立製作所、はい、富士通、うん、NEC、NTT データの4社でした、うん、このシステム一般競争入札にかけられたんですが、うん、参加したのは5社連合のみだったということですね、うんうん、一方献金した企業には内閣府や総務省、うん、財務省、経産省、国交省などの幹部が多数天下りしているということです、うんうん、赤旗の記事は続きます。マイナンバー制度を強力に推進したのは財界です、財界が要望しその加盟企業が自民党に巨額献金し事業規模1兆円とも言われる巨額事業を官僚が天下りした企業が受注するマイナンバー制度をめぐる性感財癒着の構図が問われています。この図を見るとですね、財界政府自民党が一体となって、発注したのが、日立製作所と富士通 NEC などなんですが、そこに、天下りの人たちも、行っているっていう、図式のな形が出てますね。青木さん。うん、その前のね、これ、福岡 KBC テレビですね、はい、の報道で、先ほど鈴木さん紹介してくださったように、うん、保健医協会の調べで、6割の、その病院、クリニックなどで、システムトラブルがあったという、はい、このニュースなんですけど、これ、福岡のケースなんですけど、僕ちょっと調べてみたら、実はね、福岡だけじゃなくて全国各地でもうそういう記事出てるんですね、はい、例えばこれも、まあ、いずれも各地の保健医協会の調べなんですけれど、うん、群馬でも6割トラブルがあったと、うん、それから次が滋賀県でも、うん、滋賀県保健医協会でも調べてみたら、医療機関で6割の医療機関でトラブルがあったっていう回答があると、はい、それから同じように和歌山、うん、それから、もう一箇所今ざっと調べただけなんで他にもあると思うんですけれども、うん、これは福島県でも同じようなトラブルがあったと。で、これ群馬のケースなどでは、その不具合、つまりそのマイナカードを持ってきてもらったんだけれども、うん、正しく反映されないっていうことで、うん、患者に医療費を一旦10割請求したケースもあったということなんですね、うん、つまりこれ福岡だけじゃなくて全国各地でやっぱり5割6割っていうようなトラブルがもう発生しまくってる。大変なトラブルが起きてるってことですね。こういうことですね。で、今の段階はまだとりあえずその旧保険証が一応あるので、うん、はい、まあ両方持っていけば、うん、まあこういうトラブルがあっても10割負担っていうのは一応避けられるんだけれども、うん、この政府のそのこう計画通り、うん、来年の秋に保険証をなくしてしまったら、うん、これその本当に貧しい人も含めて10割負担なんてことが続々と出てこなくちゃ、うん、出てきかねないっていうことなのに、その背景にあるのはっていう、まあこの新聞赤旗の記事なんですけれど、うん、日立製作所、富士通、NEC、NTT データなど、うん、この情報ネット提供ネットワークシステム、つまりマイナンバー制度の中核システムなんですけれども、はい、これを受注した企業が自民党などに6億円近い献金をしていたと、うん、しかも天下りもあったと、うん、でこれもう一個問題なのはね、うん、一般競争入札にかけられたけれども参加したのは5社連合のみで、予定価格に対する契約額の割合っていうのが 99.98%、 あーすごいね。てかこれつまり、うん、わかりませんよ、うん、わかりませんけれど、うん、政府の側からおよそこれくらいの金額ですよ、うん、予定してますよっていう、うん、この予定額も、うん、おそらく事前に分かってたんじゃないかと、っていうふうに思っちゃうよね。まあそれは
当然ですよね、その献金はしてるわ、天下りは受け入れてるわってことになれば、ほぼ政府と一体となって、このマイナンバーカード、あるいはマイナカード、あるいはマイナ保険証っていうものが、ある意味でこういうその利権の温床になっている、でその利権の温床になっているものが、まあまあへっぽこなシステムで、各地でトラブルを続出させているってことは、我々これ、マイナンバーカード、あるいはもっと言えばマイナンバーシステムなるものとどう向き合うのかっていうのを、深刻にちょっと怒りを持ってこう見つめ直さなくちゃいけない。この構図さ、なんか政府のお金をこう民間に下ろして、受け負って、しかもその受け負った企業がまた下請けに回してみたいな、この構図ってこの何回か見てないよ俺たち。だからあのコロナの時のね、マスクだったりとかなんとかっていうのと全く一緒ですよね。ああ、そうだ、あのマスクも、そうですよね、だってこうなんかあれ行ってみたら何にもないところが会社になってたり、そうだから民間のお金にある種こう公金にそのたかるっていうようなこうケース、まあそれはと全くあの大竹さんのおっしゃる通りですし、もう一個目を凝らしてね、先まで目を凝らすと、これ赤旗もちらっと書いてるんだけど、マイナンバー制度を強力に推進するように求めてきたのが財界だと。これなぜかって言えば、もちろんこうやってカード関連のまあビジネスが生まれるからっていうのもあるんだけれど、将来的にはやっぱりこの個人情報をその商売に使えるという思惑もあって、あの財界なんかは積極的にマイナンバーカードやろうじゃないか、マイナンバーシステムやろうじゃないかって言ってきてるわけですよ。でね、そこまで目を凝らすと我々気づかなくちゃいけないんだけれど、例えば政府は一生懸命になって行政のデジタル化を進めるとかね、あるいは国民の利便性とか効率化が進むんだって言ってるんだけれど、あのね、先月の28日の東京新聞に面白い記事が出ていて、あのこう政府の情報公開請求、我々ができるじゃないですか、でこの政府の情報公開請求もこれデジタル化すればどんどん便利になるじゃないですか、ところが主な15の省庁を東京新聞が調べたら、その情報公開請求のデジタル化、オンライン化をしているのが国交省と厚労省だけなんですよ。おかしいじゃん、デジタル化進める。そうそう、でしかもデジタル庁も情報公開請求は今も紙で受け付けてるんですって。そうだ、なんか国会とかでなんか追及があって、それでその過去のデータっていう時にデータって未だに紙でなんだもんね。そうなんですよ。ってことはね、これ僕ら考えなきゃいけないのは、要するにあの行政のデジタル化って言ってるけれど、便利になるのは結局統治する側で、我々はがその例えば行政のことを知りたいと思っても、これはデジタル化して しようとしないわけですよ。なるほど。ってことはつまり国民、あの統治する側に便利なようにデジタル化するんだけれども、統治する側に不利なようなデジタル化はしたがらないっていうことなんです。本当はちゃんとね、相互関係ができなくちゃいけないのに、一方通行だけになっちゃってる、ね、あの台湾のデジタル大臣のオードリー・タンという人が言ってるのがなかなか立派なんだけど、彼は行政のデジタル化で一番肝心なのは政府への信頼であり、それから透明性だと、で国から国民が全て見えるけれども、国民から国のことが見えなくなるっていうのは、これ単なる監視国家だと。なるほど。そうじゃなくて、行政のデジタル化で、あるいは政府が信頼を受けるのに一番肝心なのは、国からは国民のことが一部よく見えないと、しかし国民からは国のことがよく見えるっていうのが、これが一番肝心なんだってオードリー・タンが言ってるんですよ。でも今日本で進んでいるこのマイナンバー制度っていうのは全く逆なんですよ。つまり国からは国民のことがよく見えるように必死になってすると、一方国民から国のことは全然見えないっていうデジタル化に、政府にその信頼性を持たせるとか、あるいはそのなんていうかな、本当の意味での行政のデジタル化、国民のためではなくて、だから統治する側のためのデジタル化がどんどん進んでいると。でしかもこれがへっぽこなシステムで、単なる天下りと利権の温床になっているという状況ですよね。まあね、最初に取り上げたのは、思ったのはこの利権の温床になってて、このシステムどこかでマスクの時にも見たなっていうのと、それからそれの見返りの天下りみたいな、この構造的な問題が日本をずん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 あの遅らせてんじゃないかなと俺は思って言ったんだけど、それ以外にもこれ今の青木さんの話だと、もう中国、こう日本は民主国家なわけで、覇権主義の国とは違うのに、なんか国民側から透明性を要求してもそれが見えてこない国になっていってしまう、っていうことですよね。そういうことになる。そういうことになっちゃう。だから、オードリー・タンが言ってるような、まあ逆に言えば、オードリー・タンのような人がデジタル大臣になって、行政のデジタル化が進められている台湾が、その一人当たり GDP がもうすでに日本よりも上回ってる、あるいは韓国も日本よりもすでに上回ってる、で日本が賃貸しているっていうのと、決
してこの両者って僕は無関係ではない気がしますよね。誰がやっぱり総理大臣になるかと、うん、誰がデジタル担当大臣になるかって、うん、やっぱとっても大事だってことだよ ね、 でそのデジタル大臣や首相にどういう理念があるのか、うん、そうだね。さあ今日も始めましょう。大竹誠とゴールデンラジオ。はい、改めましてこんにちは、大竹誠です。そしてですね、やはり今回デジ庁の立ち入りですけども、やはりポイントとしてはちゃんとしたマニュアルをきちっと作ってたのかどうかということなんです。で、今回の事案をいろいろ見てみますと、大きな要因としてはですね、同姓同名、生年月日が一緒、そして、住所は違う、それを紐付けてしまったと、こういうケースが多々あります。ですから、いわゆる誤情報、まあ、名前を一つとすれば四情報とも言いますけれども、マニュアルは簡単なんですね。誤情報が正確に一致してなければ紐付けせずに弾いてくださいと、紐付けしないでください、こういう大原則をですね、きちっと大声で全ての機関に、徹底させると。これが不足してました。この当たり前のことが、誤情報がきちっと合わなければ紐付けはしてはなりませんと。で、そこで紐付けできなかったものはご本人にマイナンバーを書いていただいて、そしてそれで確認して紐付けをすると。ですから時間は一定程度かかるでしょう。ですから時間をすごく急がせたことで、保険証も来年秋廃止とか、2万円の一鞭の飴で、カードをどんどん作ってもらう、そしてメリットがないと怒られるということで、どん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 ですね、お尻を結果として叩くような急がせ、たことによってですね、早くやってしまおうというようなことで、住所が一致してないのに同姓同名同じ生年月日であれば、まあだろうということで紐付けてしまったということで、繰り返しですけれども、誤情報がきちっと合ってなければ紐付けは一切してはダメだと、こういうまず大ルール。そしてそこで紐付けできなかったものはご本人から番号を書いていただいて、それで紐付けをしていくと、まあ、これが徹底されてないという、このまあ、誰でも分かるような非常にずさんすぎる話だというふうに基本は思います。そして公金受取口座の紐付けも本人名義でないとダメだと、子供とかはダメ、子供に自分の口座を紐付けちゃダメと、本人の名義以外は紐付けはもう禁止ですと、絶対ダメですと、これもこれさえ徹底させてればと思います。そしてもう一つデジ庁の大きな問題があります。今800人程度の方が働いておられます。で、省庁の方が500名ぐらいおられるんですが、もう数年で古巣に戻っちゃうんですね。で、これやっぱりノーリターンルールをかなりの人数に入れて、そこで骨をうずめていただくと、まあ、金融庁はそういうふうにしました。あの分離するときですね、大蔵省から、まあ、そういうふうにしないと腰掛けで、まあ、行ったり来たり、いろんな方が出入り、しかも300人ぐらいおられる民間の方はこれ非常勤の方でありますので、これ一体誰がその地に足をつけて、やっていただけるのかということで、これ国民の財産だと、個人情報は、こういう意識が大変希薄だと思います。まあ、個人情報は政府のものだと、こういう、まあ、言わんばかりのですね、まあ、姿勢が垣間見られるので、こういう組織の問題もノーリターンルールをきちっと徹底を、してもらわなければ、まあ、困るというふうに思っております。事実ですね、こういう出入りが、まあ、頻繁に繰り返される組織ならではの問題が今年の2月に起こったわけです。国税庁が家族口座の問題をですね、デジ庁に指摘して、デジ庁もそれによって把握したにもかかわらず、その情報が庁内で共有されなかったと。で、今回の問題につながったということで、ちょっとこの心配になります。この個人情報という大切なものが、ご存知のように過去3年間の病気の情報も全部そこには入っておりますし、妊娠されれば妊娠情報も入りますし、自分が障害を持っていれば障害の程度も入りますし、お子さんなど支援学級に行っていればそれも全部入りますし、まあ、そういう非常に機微に触れるですね、情報、特に病気の情報はやっぱり特別に高いセキュリティを設けるか別管理するか、これが重要だというふうに考えるんですが、まあ、無造作に全部の情報一緒くたに80項目以上紐付けて、まあ、先ほど
ど申し上げました何でもかんでも紐付け症候群、いう何でも紐付け症候群ということはちゃんと他の国のセキュリティも見ながら、よくよく考えて、いただきたい、まあ、いうふうに思っているところで、あります。そしてですね、保護委員会のトップが国会に来ないということも明らかになり、結局保護委員会のことを聞くと河野大臣が答弁されるということで、まあ、本当に独立性が担保されるような仕組みになっているのかということも心配であります。まあ、そしてですね、鳥取でも障害者の方々への紐付けミスが100件ほど発見されたということで、これは大変な重大なことなんですね。宮崎県でもございました。まあ、知的障害者2000人以上の方の障害の程度を含めて他人が見れる状態になってた。これはもっとその深刻に政府は受け止めてほしいと。極めて個人の、まあ、情報であります。やはりそのマイナンバーあるいはマイナンバーカードに対するメリットデメリット、メリットばっかり説明はもう耳にタコができるぐらい私も聞いておりますし、国民の皆さんも聞いておられるんじゃないかと思いますが、デメリットは一切ない。まあ、そういうデメリットもちゃんと言ってほしいと。お薬手帳は持たないでいいというふうに私は聞かされておりましたが、結局昨日の火曜日ですかね、火曜日の合同ヒアリングではお薬手帳はやっぱり持っててくださいというのは、薬の処方情報は1ヶ月半前の情報しか反映されないので、前回医者にかかったとかいう話の中身は出てこないと。一番肝心なものはですね、まあ、そういうようなことや、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が盗まれれば全部丸裸になると。病気の情報も全部見られますと。検査の情報もですね、まあ、そういうこともちゃんとデメリットとしてお知らせをしてほしいし、マイナンバーカードを取る取らないにかかわらず、すでに国民の皆さんはみんな紐付けをされてしまってますと。基礎年金番号も被保険者番号も健康保険証の、こういうこともご存じない方がおられるんですね。ですからそういうことを正直にやっぱり言ってもらわないと、マイナス面も、まあ、ここが不信を呼ぶ大きな理由の一つじゃないかなと、まあ、いうふうに思っておりますのでですね、そういうデメリットも、しかもマイナンバーカードの表面に生年月日が書いてあるというのは私は驚きました。これ良くないことですけれども、生年月日を4桁の暗証番号にされている方がおられるんですね。これ絶対やめていただきたいと思います。しかもそれが表面に生年月日がマイナンバーカード書いてあるということで、ちょっとどういう制度設計なのか。しかも今時4桁の暗証番号というのは、まあ、他の民間サービスでもないんじゃないでしょうか。数字のみの4桁というのはですね、クレジットカードも年間1万件以上4桁の番号とクレジットカードが盗まれ、銀行から金が不当に引き落とされているという例、金融庁から資料が出てきましたので、これ計り知れない被害が及ぶということで、そういうセキュリティ含めて根本的にですね、考え方を整理してほしいと、考え直してほしいというふうに思います。僕もなかなか興味深く読んだ記事です。今日の毎日新聞の朝刊に、論説委員の小倉孝康さん、僕も大好きなんですけど、まあ、あれですよね、小倉さんといえば確か、国丸ジャパンのね、レギュラーコメンテーターなんかもされてましたけれども、はい、コラムが面白いんですね、はい、僕と問題意識も近いからってこともあると思うんですけれど、はい、この今日の小倉さんのコラムで、ベラルーシと日本の共通点と、はい、でこれベラルーシってのは、まあ、皆さんご存知の通り、今ロシアのプーチン大統領と数少ない盟友のルカシェンコ大統領が率いる、まあ、欧州最後の独裁国家と言われている国ですね。で、政治的動機で、これは小倉さん書かれてるんですけれども、うん、政治的動機で訴追拘束されているものは1500人以上と、はい、国連の人権担当者も、この人、ベラルーシの人権状況は破滅的であるというくらいの、はい、まあ、ある種の非常に権威主義的国家なんですけれども、うん、その日本とベラルーシの共通点何かっていうとですね、うん、まあ、この番組で僕もたびたびというか何度か取り上げてきた死刑制度に関してなんですけれども、はい、ベラルーシっていうのはヨーロッパっていうのはですね、うん、欧州連合、EU はですね、うん、今死刑廃止っていうのが EU 加盟の条件になってるんですね。だから死刑を廃止しないと EU に入れないんですけれども、うん、はい、ベラルーシはヨーロッパで唯一の死刑を尊重している国なんですけれども、うん、でしかも、まあ、いわゆる先進国で死刑制度を維持してるのは、まあ、日本とアメリカの一部の州だけだって言われるんですけれど、はい、この死刑制度でベラルーシと日本の共通点っていうのは死刑執
行のをいつやるかという、こう、日時を本人、まあ、死刑囚本人とかですね、家族に事前に告知しないのはベラルーシと日本だけなんだと。そうなんですね。そうなんですね。はい、で、僕もこれ初めて知ったんですけれども、これ日本の場合、まあ、小倉さん詳しく書いてるんですけれども、日本の場合は、かつては、死刑執行の前日に死刑囚本人に行って、まあ、最後の、こう、お別れのちょっと食事会を、刑務官たちとしたりとか、あるいは家族としたりとかっていうことも可能だったんですけれども、まあ、自殺騒ぎみたいなことがあったっていうことを理由にしてるんですけれども、今は死刑囚の死刑執行っていうのは、当日の朝にその独房にいる死刑囚をいきなり房から連れ出して死刑場に連れていくということで、当日の朝まで一切知らせない。で、その死刑囚のまあ家族、まあこれ亡くなったら遺族になるわけですけれども、遺族にも死刑執行の後を知らせるというんですね。で、こういう状況っていうのは、まさに日本とベラルーシ以外に、まあ、基本的に、国連が把握している、国連人権規約委員会が把握する範囲ではこんなことをしている国は日本とベラルーシだけだということなんですね。で、日本に対してもこの状況、まあ、つまりその当日まで死刑囚本人にも家族にも知らせないというやり方に関しては、人権理事会の死刑に関する報告書、これ2006年に出されているんですけれども、小倉さんによると、日本に対して死刑囚は執行の手続きや時期について事前に情報を提供されるべきだというふうに、まあ、指摘をしているということなんですね。で、これ小倉さん書かれてるんですけれども、死刑制度については、まあ、今世界的には圧倒的に死刑は廃止の潮流なんだけれども、死刑制度にはもちろん日本国内でも賛否はあると。で、これ小倉さん書いてる通りなんですけれども、ただ国家権力が命を奪う限り、少なくても適正の上にも適正な運用が求められるはずであると、いうことで言うと、果たしてこの当日のっていうことでいいのかっていう問題意識っていうのが今日の小倉さんの毎日新聞のコラムの要点なんですけれども、これ非常に重要な論点でね、まず僕はこれ何度もこの番組でもお話してきた通り、死刑制度っていうものは国際的な潮流、今世界の7割の国が死刑を廃止しているってことを考えれば、僕は廃止するべきだと思う。特に最近のね、その例の袴田巌さんの事件なんかを考えれば、死刑確定囚だった人が冤罪だったことが分かったわけですから、人間は間違える、間違った人を死刑にしてしまったら取り返しがつかないので、僕は死刑っていうのは廃止すべきだと思うんですけれども、小倉さんが指摘されているようにもう一個論点があって、死刑っていう刑罰をもし仮に存置するとしても、この小倉さんおっしゃるように国家の名のもとに人の命を奪う刑罰っていうのは、ある意味で最高度の国家権力の行使、これ以上の国家権力の行使っていうのはないって言えるくらいの人の命を直接奪うわけですから、こうなるとそれが本当に適正に行われてるんですかっていうことをきちんとチェックできるようなシステムを備えてなくちゃいけない。で、それで言うとね、先ほど言った先進国で死刑制度を維持してるのは日本、それからアメリカの一部の州だけなんですね。だから国家レベルで本当に死刑執行を未だにやってるのは日本だけなんですけれども、でもアメリカなんかだとね、死刑執行こうの、こう、日時は事前に当然知らされる。だけではなくて、死刑執行が、日本の場合は絞首刑ですけれども、アメリカはほとんどが薬物で行われていて、で、その死刑執行の瞬間にも、その死刑囚の家族、それから希望すれば、その死刑囚が犯したこう殺人事件だったりの被害者のご遺族も立ち会えるんですよ。で、それだけじゃなくて、州によってはジャーナリストも立ち会えるんですよ。で、これはどういうことかっていうと、先ほど申し上げたように、死刑っていう刑罰が人の命を国家が奪う最高度の権力行使なので、その行使の現場がきちんと行われているかどうかっていうことをきちんとチェックするためのこう補完機能としての機能としてのこうそういうジャーナリストの立ち会いっていうものも認められているっていうのがアメリカなんですね。で、翻って日本はどうかっていうと、さっきその死刑囚に死刑のこう執行日時を当日の朝まで知らせないっていうようなことが行われているばかりか、そもそも死刑が確定しちゃうと、まあ、袴田さんもそういう状況に30年以上置かれたわけですけれど、外部との連絡、例えば手紙のやり取り、あるいは面会、これ接見交通っていうんですけど、ほとんど認められない。ほとんどですよ。わずかな家族とかしか認められなくて、つまり死刑囚が今どういう状況に置かれているのかっていうことが一切外からわからなくなっちゃう。で、しかも死刑執行の順番、今死刑囚が百何十人確かいたと思うんですけれども、どういう
順番で執行しているのかっていうのも、うんうん、これ全然わからないんですよ、うん、でしかもさっき言ったようにアメリカなんかに比べると、うん、死刑執行そのものも完全にブラックボックスに隠されちゃっていて、うん、本当にこうどういうふうに行われているのか、うん、もしかすると非常に不適切な形で行われているのかっていうことが外部からは一切わからないっていう状況、つまり死刑っていうものの制度っていうものは世界的になくなってきてるんだからなくすべきだっていう以前の問題として、うん、この死刑制度をめぐるこうなんていうかな、執行も含め、あるいは死刑囚の状況も含めて、この国は完全に隠されちゃっていて見えないっていうのが、さっきね、そのオープニングの時に話をしたそのマイナンバー制度をめぐるこの国のね、国から国民はよく見えてるけれども、国民から国のことがよく見えないっていうのと、あ、そうか、同じだ、全く一緒なんですよ。つまりその国民の情報は串刺しにしてその政府は握るけれども、国民の側が政府が何やってるのかっていうのの情報公開請求は未だにこう紙でやりなさいみたいな、あるいは特定秘密保護法によって全部隠されちゃうとかっていうようなものばっかり進むんだけれども、それってやっぱり基本的には監視国家であり権威主義国家じゃないですかって先ほど大竹さんもおっしゃいましたけど、この死刑をめぐる状況っていうのも現状ほぼ同じようになっているのではありませんかっていう